ポテチの中身が割れにくい理由は、窒素ガスのおかげ。袋が膨らみ、クッションのような役目になるだけでなく、袋の中の酸素の割合を減らすことで、劣化を防ぎ割れやすくなるのを防いでいる。カクテルの由来は、オス鳥の尻尾。当初飲み物を混ぜる際に使われた棒が、オス鳥の尾羽のように見えたことから派生したと言われている。お天気アプリなどで表示される空気質指数とは、AQI、エアークオリティインデックスといい空気の汚染状況を分かりやすく示した指標のこと。PM2.5 や自動車や工場から排出される二酸化窒素などの人体に影響をきたす気体の濃度を示し、0から50なら空気質指数は良好である。今の環境に満足していない人の思考は、人として至極真っ当である。自身の考え方や周りの環境が変化するのは当然であるにもかかわらず、昭和の時代では年功序列やその会社への在籍期間が大きくものを言ったため、ブラック企業を引いてもそこで一生尽くすことが消去、法的最善策だった。イカやタコの血液は赤色ではなく青色。人間の血はヘモグロビンにより赤く見えるが、一方でイカやタコはヘモシアニンという銅を含む色素が含まれているため青く見える。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。